はい、お疲れ様です。受信力について今日はお話ししようかと思いますね。まあ、吉谷さんも言われてましたけども、自己流はやっぱりね、自己りやすいんですよね。自分でインターネットの時代、情報を取って、書籍を読んで、こうじゃないかな、ああじゃないかなというふうに、自分で試していくと。で、自分で自分のフォームチェックね、やった後のチェックが正確にできればいいですけども、なかなかこれがうまくいかないんですよね。 うん、あの自分で自分に対してルールを設定してそれを自分で守っていくこと簡単なようでいて実は難しいとこれができていれば、まあ、夏休みの宿題なんて簡単に終わってたはずですし将来こんな人生を歩みたいなと思ってたものが実現してるんで今ね困ってないはずなんですよ、まあ、つまり自分で自分の予定を作り自分で自分のその予定を守ることっていうのはやっぱり多くの人にとっては無理難題なんですよね まあ、ある程度尻を叩かれないといけないですし、まあ、嫌な会社になんでね、10年も20年も勤められるかっていうと、そこには上司や同僚の目があり、ペナルティーがあるからでしょうね。だから、自分の意にそぐわないことでも強制的にやらされると。自分のペースで仕事をすることが許されないってことになるのかなもしれませんね。やっぱ何でもかんでも、自分のペースでやれればいいですよ。でも、世の中、 相手の人がいますからね。その人のペースを壊してまで自分のペースともなるともうこれは非常に迷惑になってきますだからやっぱり協調性ってものは無限にはできなくって私でも思いますけども自分で一人でビジネスをやっていこうと思うと協調性とかね折れる心とかね強くいくところとかそういったものを使い分けないといけないんですよ。で受信力の話ですけどもあの書籍から文字で受け取りやすい人っているんですよ。 でも多くの人は本を読んで学ぶことは苦手です。で最近は本じゃなくてねあのネットでスマホとかパソコンの画面とかで勉強する方法があります。でもやっぱり文字から学ぶことって苦手な人も多いんですよね。ですんで音声ですとか映像で学ぶっていう人がいます。もちろんこれで受け取れる人はいいんですけどもでも究極はですね人間が目の前にいて直接細かい動きや表情などを察知して まあ,あ指導してくれる、まあ、フェイストゥーフェイスこれが多分一番多くの人が学びやすいところなんじゃないかなと思いますだからライブとかなくならないと思いますし直接指導っていうのがねなくならないんじゃないかなと思うんですよ、まあ、今ね私あのリモートレッスンを受けてますけどもおやっぱりねキックボクシングのリモートレッスンねこうファイティングポーズ一つにしてもやっぱり 教えてくれるトレーナーさんの思っていることを再現するのってのは非常に難しくてですね私は一つの自分の「ファイティングポーズ」な「ファイティングポーズ」の写真を撮ってその写真に書き込みをしたりとか解説の音声を入れて送るそれに対して、まあ、いろんなね指導を受けるってことを繰り返してやっと近くなるわけですけども実際にリアルでやるとね私が構えたところをこう手でねこうやって修正してくれたりとかあとこう。 拳がちゃんんととと安定してるかこう押してててるるかか押くれたりとかっていううのはあると思うんですよだからそういうのができないですよね。うん、まあだから受信力っていうのはあ,のあなたは何からだったら受け取りやすいですかとリアルですか書籍ですか音声ですか雰囲気ですか思い込みですかさまざ、あ、まな要素が絡み合って受信力っていうのができてますけども受信力の高い人っていうのはもはや何からでも受け取れるし何もなくても受け取れるわけですよね。 まあ、例えば動画のやり取りを吉田さんとしますけども、あだけでもね、何か次のアクションを起こせるとかね、無言の動画が 3, 3秒遅れてきました。それでもなんかね、変身ができるとかね、まあ、そういったレベルになってくるんじゃないかなと思います。はい、じゃあ自己流は自己流ということでね、えー、動画をいただきましたんで、私としてはね、受信力とは何なのかってことをね、ちょっとこう簡単に、触りのことだけお話してみました。それでは、いってほしい。